ってきました。2024年石峰店長の新企画。イエーイ、めっちゃ響いてるんだけど、新企画、はい、第1弾だよ。第1弾、第1弾ですよ。年末揉めに揉めて、血の実を見る争いをしてですね、はい、おい、もう T シャツ新しいの作ってもええんだねえかい。よれよれだな、よれよれだな、よれよれだよ。よれよれってことは何枚目かっていう話だよな。そういうことなの。寒いっちゅうの。長袖とか、いろいろ他の色とか、いろいろさ、店長にだから、はい、もう第一弾としては2024年新しいなんかね、こう T シャツ着させていただきたいということで、今回はこのコスミック本社にですね、はい、私たち T シャツを作りに来ました。今日ノリーナ、はい、半袖で寒い方がノリーナだよ。だってもうさ、違う、だってさ、なんか取れてる、これなんか魚屋さんみたいでしょ今日。ちょっとやめてやめて、はい、ということで、はい、第1弾いきましょう、はい、早速、T シャツをちょっとやっぱり作るんだったらおしゃれな T シャツとかな、いろんなのあるからな。そうだね、はい、じゃあ店長と私ってでもほら、私たちがデザインを考えるということなんですよ。店長、お、すごいね、おしゃれさ100、デザイナー、あ、ちょっと待ってちょっと店長、いや、センスがないから。え、センスあるよな、専門家に聞こうと。ちょっと待ってよ、センスしかないよ。センスばっかりだ俺、センスの塊だよ俺。あ、ラシドさん、ちょっと紹介してよ。こんにちは。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。コスミックの。はい。え、コスミックの。さっきのハッピーおじさんこと島袋さんです。よろしくお願いします。島袋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどお話を聞いていたら、ハッピーおじさん。ハッピーおじさん略して。ハッピーおじさん。ハッピーおじさん。見てください、早速ほら見てこない、 T シャツをおしゃれ、欲しい、かわいいね、これ売ります、売ります、欲しい欲しい、買う買う。こういうおしゃれな人と一緒に T シャツ作らないと、うん、これはでも、ハッピーさん、はい、この T シャツも買うんじゃないか、かわいい、すごくかわいい、ほら、あ、いいですね、後ろはいいけどねこういう感じで、はい、もうちょっとおしゃれなやつをですね、よりおしゃれなやつ、ちょっとね、はい、これ、実を言うと、あの、今年の第一弾もね、すごい企画なので、はい、だからこれちょっとね、失敗したくないわけ、はい、大丈夫です、だから、はい、だから、はい、おしゃれでいきますから。ラシルズのデザインって言うんだけど、はい、ちょっとこれもちょっと心配なんで、いや、だからレベル100とレベル5ちょっと、ハードルが上がってる。いや、俺もう8ぐらいかな。ちょっと待って、どうなんですか。低めで来たんですけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です。頑張りたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。じゃあ今日は早速よろしくお願いいたします、はい、いろいろとあの、はい、ダメなところはダメって言ってセンスないよって言ったらセンスないって言ってください。ダメ、センスないって言って指示ください、指示ください。あるある、いや正直でいいです。じゃあちょっと打ち合わせをまずねやりましょう。はい、はい、あ、じゃあそうしましょうか。はい、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 うん、もうこんな忙しい中、ハッピーおじさん、こと島袋さん、どっちでもいいでください。呼びやすい方で名前の紹介はできない、はい、はい、今回ですね、はい、ちょっと石見店長の T シャツを作るにあたってですね、小杉さんがちょっとどんな T シャツを今まで作ってきたかとかですね、はい、そういうのをちょっと石見店長も見たいということで、はい、そう、過去に作ったことがあるので言うと、沖縄のイラストレーターの方がいるんですけども、はい、あの白間さんという方がデザインしてこの見た目の、ね、はい、はい、那覇高校とか、そう、このコラボでですね、ビターメロンってどういう意味か知ってますか。知らない。リガのウリですよ。そうなんですか。ビターメロン、そうです、そうです。ああ、なるほどなるほど。ゴーヤーのこと、ゴーのヤーです。ゴーヤーの、はい、そう、それ聞いた時ちょっと可愛い、なんか英語なんですか、すごいよね、リガイとかメロンです。砂川とか言ってサンドリバーとかこれ、いや、こういう感じ、そうです、そうです、そういうことです。俺もおしゃれですよみたいな雰囲気ね、はい、こういうのを作ったりとかですね、はい、あとはスーパーのショップを運営してるんですけど、こういうデザインとかですね、サンプルでいろいろ入ってるんですけど、あ、店長、スーパーのこういうのを作ったりとか、そう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 、うん、そうそうそう、こういう T シャツ作ったりとかもして、かわいい。じゃあこれシルクスクリーンっていうあのインクのちょっと種類だけ、うん、あの、こう吸ってやるのはこういう、これあれ、あ、はい、あれです、これなんか国際通りでよくなんか出ますけど、あ、そうそうそう、これ、シルクスクリーンと言います、はい、いろんな方法があるんですね、はい、ただ柄を作っていることでは
や、でもこのデザインによって例えばそのインクの種類とかね、うん、まあ、ちょっと昔やってた時に、うん、あの染料とか顔料とかってあったんですけど、はいはい、そのまた T シャツによってまたちょっと違ってきたりする。そうですね、そのインクとかね、なんか色数とかでプリントの方を変えたりとかっていう感じですね、はい、一色だったらシールですけど、でこういう写真とか多色だったら写真、うん、シートプリント。ちょっとやだよ、店長が裸でこれ、これ加工してる。こういう小さい頃の写真があれば。わお、こういう加工もね。これがいい。これがいいじゃん。私たちのおしゃれさを出そうとしてる。わお。じゃあ、デザインとかがあれば、うん、そこで、ちょっと相談をさせて。あのこれです。じゃあちょっと思いの店長が持ってきたのと、ナシルさんが持ってきた、うん、ちょっと今から絵をちょっと描いて、あ、じゃあ絵を描いてもらった方がいいですかね。そうですね、その方がやっぱり伝えていただければ、あの提案ができる。はいはいはい、はい、はい、じゃあちょっと、本当に頑張りましょう。上手な絵でいいんですか。ちょっともう上手な絵で、あ、そうか、あればあるほど、もう待って伝わればいいです。はい、伝わる。じゃあ、持ちましょう。はい、すいません。はい、まずさ、T シャツの絵自体が下手くそな感じがするの、これ。ちょっとやめて。やっぱさすが美術2だな。ちょっと待って、本当にさ。なんか中国服？ちょっと待って、これ T シャツ。T シャツ、ちょっとやめて。犬からのビコン。ちょっと水玉模様の感じでビコン。こういう感じで入れて。これ僕。いいでしょ。できた。できた。本当？あ、店長いいね。これさ、表と裏。あ、素晴らしい。いいですね。ナシルさんのプレゼンいいですか？はい。このリッカママの体のボディも合わせたものがこれです。あ、たくさんいるわけですね。たくさんリッカママがいるわけ。その間に、うん、ビッグワンの、うん、あのロゴあるじゃないですか。じゃあですね。Yes, yes, yes, かまど。そう。これをですね、チリバル。リッカママ、リッカワ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 、これをね、水玉模様でして、これはですね、黄色の生地にですね、赤。黄色の生地に、で、後ろも同じな感じです。あの、パーカーも作りたいと思って、パーカーは逆でございまして、これ全体を赤。からの頭のすっぽり被るところが、外側、もちろん、外側の生地は赤。はい、はい、先生。インパクトはすごい。ありがとうございます。もう絶対見ますよね。うん、さあこういうデザインがあって。そう、見ます。見て、声かけてくるからちょっと距離を置く感じ。現実的なところでいくとちょっと難しい。難しい。こう一周するのって結構難しい。一周する。なるほどね。はい、まあ、でもこれギュッとして、うん、ちょっとその、まあ、このインパクトを残しつつ、そのデザインを作ることは全然可能だと思います。ギュッとして。はい。はい、店長プレゼン。はい、じゃあ僕もね。はい。まあこういう感じで。表は、まあこういう感じでビッグワンで、それの、うん、これがそのままを入れて、はい、そう、こういう感じでね、入れて、はい、して、ここに、はい、これをね、やっぱこれをね入れたいなと、このそしてこっちの下に、はい、うん、すごいでしょうって入れたい。ああ、いいですね。こう見てる人たちね、はい、人たちに一応来て、はい、どうみたいな感じ、やっぱり欲しいかどうかのね、うん、そういうふうなところも確認しながら、いやこれいい、欲しいとかね。じゃあ俺も考えるから3つ解決します。あ、え、 D さん参入。はい、これはディレクターのね、はい、そうディレクターのもので、これ素材が赤なんだよな。赤、そうね。で、黄色。いや、これが文字が黄色。黄色って書いてるね。ネオン、あの、ネオンっぽくやってほしい。ネオンハピーおじさんのこの T シャツの、ああいう感じで、あの黄色。そうですネオンっぽい感じでね。いや、なかなかネオンっていうのがなんか流行りでは。そうですね、はい、なんか今風な感じで、はい、誰がでも着れるっていうので考えました。あとあるじゃないですか、うちのチャンネル登録の QR コードいいちっちゃくですね。ちっちゃくということで、さあじゃあこの新年一発目なんですけど、3つからプレビューというか、そういう感じで、はい、できまとめて、あ、できます。これをちょっといい感じでこうギュッとまとめて、うん、やっぱ一度提案をいたしますので。よかった。そんなね、はい、本当に忙しいな。もう持ってきたデザインがこうでね、ということで、はい、2024年この T シャツがですね、はい、あのハッピーおじさんの手によって。どういう形で、ね、どうおしゃれになるか、うん、はい、まあ、
私ですか、はい、まあ、そういうところでちょっとだから楽しみ分かるします、お願いします。まあちょっとねねのは欲張りすぎだけどね、ちょっと欲張りでしょ2024年も。いやいや、これはまた本当にあの記事から作ってきてどうかって、この記事でお願いしますと。そう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 、いう方、あの記事屋さん紹介します、ね、あ、なんでも紹介してもらえる、はい、とりあえず旗折り、旗折り系から作ろう。なんで旗折りから作る、難しいな、どっと作るの。はい、ありがとうございます。ということで、はい、じゃ楽しみに、はい、あのギュッとしたものをですね、デザインを何とか出していただけるということで、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう新年ね、一発目ですから、はいはい、もう成功させたい。あ、もうぜひお願いします。はい、はい、ハッピーさんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。